ハロー YouTube、ニーハオヨークアン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、ノンシュガーバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして、中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけども、今日の中国語はですね、イダイヤンダイということで、漢字見ていただいたらわかると思うんですけども、借りるを持って、借りるを養うということで、イダイヤンダイって読むんですけども、要はね、借金で、借金を返すという意味ですね。これはね、ウェイボーの記事なんですけども、どういった記事かっていうとね、要はですね、若い人、18歳から、29歳までの間の人の、債務 の, 収入に対する比率が、41.75% 平均でね、になっていると、平均でね、だから収入が年間ね、10万元あるとしたら、4万元ぐらいの、負債を、持っているよと、そういった話ですね。それでですね、大体13.4% の人が、本当にね、全く負債を抱えていないという、話ですね。それでこの負債を抱えている人の中で44.5% が、どんどん、ね、負債が、ね、溜まっていく状態に借金で借金を返しているような、状態に、なっているという、話ですね。その中の、ね、例としてとある男性が挙げられているのですが、要は、ね、女性と知り合って、その女性がですね、服を買うのが好きで、それでね、買っていってあげていたら、最終的にクレジットカード以外に、10 の, ネットローンの、プラットフォームで、お金を借りてしまっていたと、そういった状態になっていて、だんだん膨らんでいって、だいたいね、20万元ぐらいに、最終的に、なっていたという話ですね。20万元っていうと、日本の、日本円に直すとだいたいね、300万円ぐらいなんですけども、中国 の, 所得とかにね、で考えるとなんか1200万円ぐらい借金があるような状態なんですよね。それでね、近年ね、中国、こういったネットローンとか、借金とかね、そういったものがね、問題になっているんですけども、みんなね、やっぱり贅沢な暮らしがしたいとか、メンツの問題、お前そんなバッグも持ってねえのか、そんな服も、着れないのか、そんな食事もおごれないのかとかね、そういったね、メンツ合戦でね、お金をね、借りてしまうんですよね。借りてその借金をして、そういった消費をね、してしまうということで、社会問題になってますね。借金をするときに裸の写真と引き換えに、借金をしてしまったりとか、あとはですね、借金が返せなくなってその卵子を提供とかね、そういった例も出てきていて、社会問題に、なってるみたいですね。でね、大体OL やってた子の話なんですけども、2020年にね、例の病気のせいで、仕事を失ってしまって、実家に帰っていたら、クレジット会社とか、からね、電話とか来てね、延滞してますよと、そういった電話が来てるんですけども、要はね、返せないでいたらね、ついにね、親の、ところにまでね、連絡が来るようになって、親にもね、心配させてしまったと、
そういったね、それでね、なんか家庭不和がね、引き起こってしまったとね、そういったね、あの例がね、あの出ていますね。それでですね、なんかまあ別にあのほら、まあ、要はね、あの借金貸してくださいって、あの延滞してますよと、あのそういったね、あの電話が来るんですけども、あの、まあ、親のところに来たりとか、あとはですね、あの、まあ同僚のところにあの借金取りの電話が来たりするみたいなんですよね。まあ、どうやって、なんであの同僚 の、 あの連絡先が分かるのかは、僕にはあの分からないんですけども、なぜかね、あの、まあ、同僚の とこに来た、ね、僕の知り合いで、その同じ会社の同僚が、ね、借金をしていて、なぜかね、そいつがあのだから、その人、会社辞めちゃってしばらくして、その同僚がね、あの多分どっかで借金してたんでしょうね。それでなぜかあのその人のところにね、ずっとあの、そのなんで延滞してますよって、あのその、誰々さんどこにいますかみたいなね、電話が来るみたいなことがあの起こっていたみたいなんですね。まあ、なんでその同僚の方にあの、電話が来るのかは別にその同僚の責任では、全くないんですけども、あのそういったあの話がね、実際にありました。それでね、あの、まあ、そのこの、記事のね、あの服を買ってっていう、あれなんですけども、多分ね、その女の子がね、その男性のこと好きだったらね、そこまでして服買ってとはね、あの思わないと思う。うん、もちろんね、その女の子がね、あの服好きで、その男性の方もそれなりに余裕がありそうで、じゃあこれぐらい買ってよっていうのは、起こりうるかもしれないんですけども、まあ、女性ってね、あの服好きなもんなんでね、そんなね、あの男性のなんか生活を追い込むような、多分ね、状況を見ると思うんですよ。あのまともなあの女の子で、もし、ね、その相手の男性のことを、好きだと思っているんだったら状況を見ると思うんですよね。相手のことが、ね、本当に好きでね、こんなに使わせて大丈夫とか、そんな風にね、あの別にあのその服一着二着あの買わせても別になんてことないじゃないですか。それがなんかもう何十着とかなるとほら、問題が起こってくるわけで、でね、頭のいい女性にあのやたらとプレゼントをあげると、ね、そういった女性って、ね、逆に疑い出すんですよ。こいつ大丈夫かとか、ね、借金とかしてねえかとか、それであの将来性ないなってあの思っちゃうんですよね。もちろんね、その男性の方にそのまあ、お金があるなってその確認できてると、結構まあ大丈夫な場合も多いんですけども、例えばね、あのいい企業に勤めてる、女性の方いるじゃないですか。あの、まあ、トップ企業と上場企業とかにね、あの勤めてるような 女性、あのね、下手にあのプレゼントをしようとすると、あの結構疑ってる場合ありますよ。あのこの人大丈夫なのかなとか、あの、まあ、借金してないのかなと、疑い出すと思うんですよ。なんでかっていうと、例えばね、あの世の中ね、1億円、金融資産持ってたらね、あの富裕層になるんですよ。で、1億円でね、あのだいたい年間、まあ、まあほら今はちょっと状況いいんでね、ちょっと違うんですけども、700万円とかしか出ないんですよね。それでまあ日本国内で言えばね、日本国内の話ですよ。それであの、まあ、500何十万とかにね税金払ってなっちゃって、あの1億あってもそんな感じなんですよ。でそういう人が100歩置いてなんかほら、物に金使うかっていうと、まあその人次第かもしれないんですけども、 あんまりないと思いますよ。あのちょっとかあのまともな人だったら、まともな男性だったら、考えちゃうんで、まあまあ、 まあ女性の方がね、本当にこれ欲しいかって、本当にあの その服とかね、そういった装飾品とかにね、あの価値あると思うんですかって、そういったことを、ね、確認して、それでも欲しいというのだったら別にちょっとしたものを、買ってもいいと思うんですけども、あのやたらとほらプレゼント攻撃してくる男はね、ちょっと危ないと思う。あとね、あのいい車乗ってる、いい車乗ってるっていうのも、その一括で買ってるんだったらね、まあいいんですけども、そのローン組んで買っているとかね、それも結構、まあ、危ない感じだから、あの車はね、あの別にあの移動するだけの道具なんで、あの移動するだけの道具
道具に、極端に高いコスト、かけてる。もちろんね、生活にものすごく、余裕があった、あるんだったらいいんですけども、なかなかそんな人いるはず、ないんですよね。まあ、だから、まあ、なんていうかな、まあ、結局分かってないんでしょうね、彼らもね、彼女らもね、この借金、リボ払いとかね、いいだいやんだい、借金を、ね、返すような状況っていうのがね、どんな状況か、分かってない、中国人がね、そこら中にいると、いう状況になってくるんですよね。で、今のところ中国国内にはですね、まあ、要は破産法がないので、どん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 膨らむだけなんですよ。だから彼らね、この借金返さないと、どん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 厳しい状態に追い込まれていくんですよね。だから、結構悲惨な状況になると思うんですけども、それの元がね、もう服とかね、料理とか、お酒とかね、そんなんね、もう本当にね、バカらしいんですよ。あと車とかね、借金して車買うですよ。お金に余裕があって車買うのはいいんですよ。まあ、だからまあ、そういったなんかバカなもので買いすぎてね、追い込まれるっていうのは非常に、アホな話だと、思いますね。まあ、僕周りにも言ってるんですよね。なんか要はインデックスとかね、インデックス的なものね、見つけて、そういうのにね、投資しときなよって、そしたらなんか節約しようとかね、ちょっと思うようになって、少しずつこう生活が良くなっていくんで、その方がおすすめだよと、周りの人間にはね、そういうふうに、おすすめしています。はい、今日のね、この動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。